毎年恒例のジャイアの試乗会、1台目は BMW の G310GS、G310GS に試乗してみたいと思います。はい、今発進したばかりなんですけれども、排気量から考えるととても力強いフィーリングですね。はい、もう少し軽いタッチの回り方かなと思ったんですけれども、このシングルエンジン意外と重々しいというか排気量を超えたような、そういった印象のあるシングル回り方ですね。はい、ここは特設会場試乗コースなどでスピードは出し放題なんですけれども、このモデル速度の乗りもいいという感じですね。今少し開けてみたんですけれども、エンジンはもうちょっと排気量が大きい車両に乗っているかのような、そういったフィーリングですね。そして音も結構威勢がいいんですよね。今ちょっとエンジンブレーキのバックトルクを味わったんですけれども、バックトルクのかかり方もやはりもうちょっと排気量が大きい車両のような、そういった印象ですね。はい、車体が軽くてコンパクトなので U ターンも楽々という感じがします。エンジンは先ほどから重々しい、やや排気量が大きめに感じるというふうに言っていますが、開ければやはりそれなりに鋭く吹き上がるという感じですね。そしてエンジンのフィーリングですが、ちょうどいい塩梅だと思います。それほどスムーズすぎないところがやはりこのエンジンの良さではないかと思いますね。こうスロットルの開け閉めに応じて心地よいバイブレーション、振動が発生するので、おそらくこれであれば距離を相当乗ったとしても飽きが来ない、そういったフィーリングなのではないかと思いますね。うん、エンジンは総じてやはりパワフル、トルクフルという印象ですね。
そして BMW のこの G310系というのは実は近年の BMW で私が最も試乗を待ち望んでいた車両なんですが、それはなぜなのかというと、この車両は近年の BMW の中にあって、やはり独創性、常に BMW は独創性を求められるメーカーだと思うんですが、このエンジンの形式、シリンダーが後傾している、通常は前傾しているんですけれども、シリンダーをあえて後傾させたことによってさまざまなメリットを車体にもたらしているわけですけれども、まあ、そういったですね、BMW らしい工夫が満ち溢れている車両ということで、まあ、実はですね、この車両を以前からずっと試乗してみたいなと思ってたんですけれども、フィーリングはやはり総じていいですね。おそらくこのエンジン形式によって、その車体のバランスであったりとか、スイングアームのロング化、そういったさまざまなメリットがもたらされているのではないかと思いますけれども、そうですね、ただまあそういったですね、やや特殊なというか独創的な車体構成であるんですけれども、まあ、そういったことに起因する不自然さとかは一切感じないですね。まあ、おそらくですね、車体としてはそういったユーザー、ライダーが明確に感じられるほどではないんだとは思いますが、まあ、おそらくですね、そういった構成によるメリットは様々な部分で実際には生じているのではないかと思います。ちょっとそのあたりですね、やはり車体の重心であったりとか、スイングアームのロング化、そのあたりをちょっと味わってみたいと思いますが、そうですね、まあ、もともとシングルなので、それほどですね、差は出にくい車体構成かなという気もするんですけれども、そうですね、ちょっと重心とかそういったですね、ライディングしている上での最もバイクの動きにくい場所、まあ、そういった感覚は通常のシングルとさほど変わらないかなという気はしますが、ただ乗っていてですね、全体的なバランスの良さというのは感じられますね。それともしかしたらこちらの方が明確にメリットとして感じられるかもしれないんですが、リアのサスペンションの感触がすこぶるいいですね。このクラスというのはおそらくコストパフォーマンスをかなり重視したモデルということが言えると思うんですが、このリアサスペンションの感触に関してはですね、ちょっとそういったクラスを超えたというか、そういったコストパフォーマンスの追求という部分を感じさせないですね、非常にしっとりとしたリアサスペンションで、そしてなおかつ乗り心地もいい、ロードホールディングも優れているという印象ですね。この大磯ロングビーチの駐車場というのは若干ですね、舗装路面が荒れていたりとか、まあ、ギャップのようなものもあるんですが、そういった部分をリアタイヤが舐めるようにトレースしているのが分かりますね。まあ、これはおそらくですね、先ほど言った、まあ、ややですね、独創的なというかですね、そういった車体構成がもたらしているものではないかと思いますね。フロントのサスペンションはどうでしょうかね。はい、今ですね、あえて必要もないところでちょっとハードめにブレーキングしてみたんですが、フロントのサスペンション、テレスコピックフロントフォークですが、倒立タイプを採用しているということで、やはり剛性感高いですね。はい、やはりですね、そうですね、強めにブレーキングしても車体はびくともしない。そしてフロントフォーク自体の剛性感の高さというのも感じられますね。もう一回ブレーキングしてみます。はい、そうですね、フロント周りを中心に車体はとにかくしっかりしているという感じですね。この速度域だと車体剛性云々はなかなかコメントできないんですが、とにかく車体はですね、やわな印象というのは全くないという感じがしますね。あとフロントブレーキに関してはですね、結構制動力は穏やかに立ち上がるタイプなんですが、そこから本格的に握り始めていくと、まあ、結構強力に効き始める。そしてその頃にはフロントフォークも相当縮んでいるという感じなので、まあ、このフロントブレーキに関してはですね、こういったモデル、まあ、おそらくですね、フラットダートの走行などもある程度考慮に入れていると思いますが、まあ、そういった観点からすると、このフロントブレーキのこういった味付けというのは適切なものではないかと思いますね。はい、で先ほどからもうこのコース何周かしていますが、先ほどからですね、ちょっと乗っていて気づいた点があって、それはやはりですね、車格がこの排気量からイメージするよりはかなり大柄というか大きめというか、そういった印象なんですよね。
こうやって実際に運転していてもですね、やはりエンジンのそのフィーリングと同じく、もうちょっと大きな排気量の車両に乗っているかのような、まあ、400cc か場合によってもうちょっと大きいぐらい、それぐらいの車両だと言われても、実際にですねモデル名とか排気量を知らなければ、あ、そうかと納得してしまうような乗り味ですね。まあ、そういう意味ではこのモデル全体的にクラスレスというか、クラスを超えた、そういった乗り味になっているなという印象ですね。やはりリアサスペンションの感触がとてもいいですね。なかなかこのクラスでこれだけしっとりしたサスペンション、特にリアサスペンションの感触というのは得難いものだと思うんですが、やはりリアサスペンション本当にいいですね。タイヤももしかしたら結構いいのかもしれないですね。タイヤとのマッチングもいいのかもしれないですね。はい、今のところがまあちょっとしたコーナーであるわけなんですが、曲がりやすいですね。この車体全体的にフロントもリアもそうなんですけれども、サスペンションがとてもよく動くという感じなので、まあ、ライダーがそんなにシビアな入力をしなくても、車体の方がですね、そういったライダーの動きというのはある程度吸収してくれる、受け止めてくれるという感じなので、結構イージーライディングにも向いてますね。あまりライダーは下手な入力をしないでも、車体の方がスースッと曲がってくれるという感じなので、乗りやすいモデルだと思いますね。はい、今あえて3速で U ターンしてみましたが、タタタタっていう小気味良いエンジン音とともにスーッと立ち上がってくれるという感じなので、やはりエンジンは全体的にトルクフルなチューニングという印象ですかね。あとこのモデル、小さめのウィンドスクリーンがついていますが、まあ、メーターバイザーと言っていいんでしょうかね。防風効果はそれほどないようですね。そしてライディングポジションに関しては、まあ、私の場合身長179センチなので、当然このモデルの場合両足べったりついて、膝にはかなり余裕がある、曲がっているという状態なんですけれども、おそらくこれであればですね、車体はかなりスリムなので、小柄なライダーが乗ってもそれほど足つき性に大きな問題を生じるということはないのではないかと思いますね。そしてライディングポジション、上半身は極めてアップライト、ほぼ直立している、まあ強いて言えばわずかに前傾しているかなという感じなんですが、極めて安楽なライディングポジションということが言えると思いますね。ハンドルバーの幅はもう若干広いのかなと思っていたんですけれども、それほど違和感を感じるほど広くもなく、まあ、そういう点ではですね、さまざまなライダーがそれほど違和感なく乗れるライディングポジションということが言えるのではないかと思います。はい、今ちょっと意図的に引っ張ってみましたけれども、エンジンやはりよく回りますね。よく回るというか、軽々しく回るんじゃなくて、トルクとパワーを伴いながらという感じなので、乗っていても気持ちがいいですね。このモデル、私が冒頭にコメントした通り、 BMW らしい独自性に満ち溢れた車体構成、エンジンの形式となっていて、まあ、そのあたりでとても期待していたんですけれども、こうしてですね、短い時間試乗しただけでも、やはり期待通りの仕上がりという感じですね。まあ、全体的には私の想像を超えて、このモデルの完成度高かったなと思いますね。